山田町から来ました大天使と言います。2度目の参加です。よろしくお願いします。今日は、曇りだったんですけど、なんか始まったら、晴れてきて、よかったなと思います。1曲目は、ぴったりな歌、歌おうと思います。ブルーハーツさんで青空っていう歌を歌います。よかったら手拍子お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。二人のことを
呼んでもらえるだろうか。手紙を書こう、あなたに、あなたに、あなたにラブレター。新しいすべを注文したよ、僕のところへ遊びにおいで。あなたラブレター100分の1でも、あなたよ、あなたよ、幸せになれ。あなたよ、あなたよ、幸せになれ。2年生なんですけど、あの CD ね、買ってあげようと思って、最近流行ってたあの須田まさきさんの CD、 あの買ってあげようと思ってたら、すごい懐かしい歌が入ってて、あのビートたけしさんの、ね、浅草キッドっていう歌が、カバーしたのが入ってました。でなんかちょっとね、僕も前聞いててちょっといろいろ思い出したことがあって、ちょっと歌いたいなと思います。聞いてください。
一人訪ねたアパートでグラス傾け懐かしむ、そんな時代もあったれど笑う背中が揺れている、夢は捨てたと言わないで、他にあてなき二人なのに、他に道なき二人なのに、あの日から、7年半が、経ちました、東日本大震災、ね、大きな揺れと、現実とは、ね、思えないぐらい大きな、津波、波に、追われながら、高台目指して、ね、必死で、走ったことを今でも目を閉じると、ね、思い出します。当時、瓦礫の中から、このギター見つけました。貼られていた、錆びた弦を、巻いて、弾いた時に、ね、何とも言えない音が、響きました。まだ、持ち主は、ね、見つからないまま、店に、飾っています。今日までの月日ね、すごい短いようで、とっても、長いような、時間でした。正直ね、記憶も薄れてきて、あの場所に何があったのか、思い出せないことが、結構あります。この前も、山田の、ね、役場に行こうと思ったんですけど、道が変わりすぎてて、たどり着けないっていう、ね、こともあります。それでもやっぱり、いろんなね、当時の思い出だったり、忘れられないことも結構あって、特にあるのがね、今もう亡くなってしまった方とかが、あんなこと言ってたなとか、ああせいこうせいって言ってたなっていうのをね、思い出してます。時々でいいんでね、よく忘れないでくださいって言いますけど、忘れちゃいますんで、時々でいいんで、思い出してほしいなと思います。今日はそのギターを使って、なだそうそう歌いたいと思います。深くあの声が
最後の、曲になります、中島みゆきさんで、ファイトを今回も歌おうと思います、今回も、この場所に立てて、本当に、嬉しく思っています、またここで、歌えることを楽しみにしています、今日はありがとうございました。山田町の再建時でした。ありがとうございます。私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのくせにと頬を打たれ、少年たちの目が年を取る。悔しさを握りしめすぎた腰の中、爪が突き刺さる。私本当はもう激したんです。昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄笑い、私驚いてしまって助けもせず叫びもしなかった。逃げました。私の敵は私です。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい椅の中を震えながら登ってゆけ。魚たち登ってゆく。勝つか負けるかそれはわからない。それでもとにかく戦いの出場、土を抱きしめて、あいつは海になりました。キラキラと海の中の国境を越えてゆく。諦めという名の鎖を身を寄して踊いてゆく。愛と戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。